果チャンネルのしょです。さあとうとう発売されましたよ。こちら PS4 でとうとう登場しました新桜大戦です。さあそれではですね、早速やっていきたいと思います。ここが新しい認知か。大帝国劇場あなたに帝国歌劇団花組の隊長になってもらいたいの。お、やってるな。お前ごときの力で何ができる。俺は貴様を退治して都に平和を取り戻すんだ。とどめだ。負けるもんか。くらえー。おお、あれ？おた、どうだ？これはちょっと問題かもしれないな。量子甲冑三式工具か。歌劇団隊員だけが持つ霊力で動く対降魔用の戦闘兵器。優秀な機体だが今や主流は量子戦闘機だぞ。さすがに時代遅れだろ。おまけにどう見ても整備が行き届いていない。こんなので出撃できるのか。デルカチャンネル揃っているわね。みんなに伝えなければいけないことがあります。どうしたんですか？上層部からの通達があったわ。実績を出さないと花組、いいえ帝国歌劇団を解散させるという話を。歌劇団大戦で優勝するしかない。それなら無視はできないはずだ。デルカチャンネル。これは1号魔襲警報。まさか銀座にコーマが。いよいよ出撃か。よし行くぞさくら。了解。帝国歌劇団花組出撃せよ。銀座に現れたコーマを殲滅する。了解。雨宮さくら出撃します。よし任せとくって。行ってきます。起動完了。この剣で平和を切り開く。雨宮さくら参ります。なんだあの敵は。あれもコーマなのか。あれは傀儡騎兵よ。魔力によって生み出された機械の敵ですわ。一体一体はそこまで強くはないけれど、複数で囲まれたら厄介な相手よ。雨宮さん、あなたは転撃前のコーマを倒してちょうだい。了解。私とクラリスは敵を倒しながら逃げ遅れた人がいないか確認する。さくらさん、転撃の守りはお願いします。任せてください。えい、これでそこほらったのコーマを一人で倒すなんてすごいじゃないか、さくら。これくらいできて当然です。私は帝国歌劇団花組の隊員なんですから。大したものだよ。よし、機体の損傷に気をつけて、引き続き頼む。あいつはさっきの傀儡騎兵とは少し違うな。さくら、奴の攻撃には気をつけろ。了解。さくら、コーマに囲まれたら危険だ。量子探知機で自分の周囲の確認は怠るなよ。了解。いくら来ても一緒です。えい、そここれで神山さん、雨宮さんの霊力が 100% になりました。今なら雨宮さんの必殺技が放てます。よし、さくら、必殺技で目の前のコーマを一掃せよ。兵の撃破を確認。さくら、本当によくやったな。はい、私やりました。隊長さん、こっちも終わったぜ。帝都のみんなにも被害はなしだ。私たちもやればできるんですね。ちょっと自信がついちゃいました。みんな本当にお疲れ様。神山君も初めてとは思えない良い式でしたわ。さあ、戦いは終わりよ。雨宮さんたちも帝劇に戻ってきてちょうだい。エレカチャンネル。はい、ということで桜大戦どうだったでしょうか。やってみたいという気にはなりましたか。俺はもう全然ハマってちょっとやれそうなので、頑張って全クリしたいなと思います。謎の敵がですね、あのキャラではないのかっていうのがもう気になるとこなんですけど、この新桜大戦を買うきっかけになったのが2つあるんですけど、1つはこの桜大戦の続編ということで、それでもうじゃあ買おうと思いました。そして2つ目、水木奈々さんが出ています。まあ、主人公たちのいるこの帝国歌劇団ではないんですけど、ちょっと別の歌劇団の方で出ているということで、それも非常に楽しみで今回買いました。さあ、面白いですよ。興味が出た方はですね、ぜひやってみるといいんじゃないんでしょうか。今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。